はい、プレーボールどうも野球人です。3月11日オリックス巨人オープン戦レポートということで、今日行われたオリックスと巨人とのオープン戦の模様ですね、成績チェックしていきたいと思います。それではですね、まずオーダーからチェックしていきましょう。はい、では3月11日オリックス巨人ですね、オーダー見ていきます。オリックスが1番福田選手、2番に宗選手、3番に今日復帰の吉田正尚選手、4番杉本選手、5番太田選手、6番足立選手、7番伏見選手、8番義母選手、9番源選手、ピッチャーが山本由伸選手。巨人が1番丸選手、2番吉川選手、3番坂本選手、4番岡本選手、5番ウィーラー選手、6番永田選手、7番大城選手、8番立岡選手、9番松原選手、ピッチャーに菅野選手が入ります。はい、で系統がですね、オリックスが6投手、巨人が5投手で、見ていくとですね、スコアは巨人が1点、オリックスが6点取りまして、この試合はですね、オリックスの勝利ということになりました。で巨人はですね、11安打放ったんですが1点、オリックスが7安打で6点というね、対照的な結果になったこの試合でございますが、ではですね、その打撃成績からチェックしていきましょう。はい、ではですね、先行の巨人から見ていきましょう。1番に丸選手が入りました。4打数ノーヒット1三振ということで、今日はねノーヒットに終わってます。打率もね2割8厘まで落ちています。で若林選手が途中出場、1打数の1安打、ヒットを放ちました。で吉川尚輝選手、4打数の1安打2三振ということで、今日ね1本放ちました。まあ、こんなところね、打撃は上向いてはきているのかなっていうふうには思うんですが、打率は1割6分と。で北村選手が1の0、いまだオープン戦ノーヒットです。坂本選手は2打数の1安打、ですね、フォアボールも1つ選んでおります。で増田陸選手ですね、今日ですね、試合が登録っていうのが発表されました。2打数のノーヒット1三振ということで、ヒットはならず。岡本選手がですね、4打数の1安打ということで、打率3割キープ。石川選手が1の0、1三振ですね。ウィーラー選手が3打数の2安打、1三振ということで、今日マルチヒットを放っております。で秋広選手がですね、途中から代打で入りました。2打数1安打ということで、強烈なですね、ピッチャーライナーというところで、見事ね初ヒットを放ちました。ようやくっていう感じかな と、起用もね少なかったんですけれども、まあ、ヒットね1本出たっていうところで楽にはなったのかなと。で中田選手が3打数のノーヒット1四球2三振ということで、このところね状態良かったんですけど、今日はヒットはありませんでした。で中山選手が、今日はダイソーから守備で入りました。でエラーを、ね、してしまったので、まあ、そこは少し反省かなと。で大城選手が3打数1安打1打点、そしてホームラン1本ということで、今日ですね巨人唯一の、得点がこのホームランでございました。状態ね良さそうですね。で小林選手が1の0、で盗塁に1個刺した場面があったんですけど、エラーもね出てしまったという試合でございました。その立岡選手ですね、続いて8番入ります。4打数の2安打、盗塁もね1個決めたんですが、彼もねちょっとエラーが1個あったと。松原選手3打数の1安打、自死球という結果でございました。すごくね巨人ヒットは打ったんですが、得点はホームランの1点のみということで、なかなかね、噛み合わない試合だったんですが、まあ徐々に打線というのは温まってきているのは感じますので、また明日の試合ですね、まあ、いい形になればなと。じゃあ続いてオリックスですね、見ていきましょう。はい、オリックスはですね、1番に福田選手、3打数1安打1四球ということで、絶好調ですね。3割4分8厘の打率で、山内選手が途中から守備で出場、宗選手がですねこの日出場して4打数2安打3打点ツーベース1本というところで、しっかりね状態上げてきているのかなというふうに思います。で吉田正尚選手、この日復帰戦でした、DH での出場、3打数ノーヒットでしたが、最後ねフォアボール1つ選んでおります。まあ打席立てた、4打席立てたっていうところがね、まあまあ良かったのかなと。で杉本選手が2打数1安打1四球、打点も1ということで好調キープ。後藤選手が1の0、1三振、太田選手が4打数の1安打ですね。足立選手が2打数でノーヒットでしたが、犠牲フライが1個あって打点が1。中川選手が1の0、伏見選手が2打数1安打ツーベース1本放っております。西野選手が1の0、
そして義母選手ですね、3打数の1安打ということで、ヒット1本放って、あとはですね守備でも非常にね、俊敏な動きっていうのを見せておりましたので、まあまあここに来て義母選手がアピールしているのかなっていうふうには思いますし、まあ、の守備の動き見たらですね使いたくなる選手かなというふうに思いますので、非常に楽しみかなと。でこの日起用されたゲン選手はですね3打数のノーヒットというところで、ヒットは出ませんでした。はい、オリックスですね、安打数っていうのはそこまで多くないんですが、効率よくですね相手のエラーも、ありつつですね、点を取れたのかなというふうに思います。まあ、シーズン中もねこういうね点の取り方っていうのは間違いなく必要かなっていうふうには思いますので、まあ、それを考えてもですね非常に順調な打線に仕上がっているんではないでしょうか。では続いてピッチャー陣ですね、両チーム見ていきましょう。はい、ではですね投手陣見ていきましょう。巨人は菅野選手開幕投手ですが、 4.0 イニングで被安打7、2奪三振2四球0.6ということで、今日はかなり点を取られてしまったということになりました。まあまあある程度はね仕方ないのかなっていうふうには思いますし、ここまでね順調だった分ですね、まあ一回こういうピッチングっていうのも、まあまああるのかなというふうに思いました。あとね開幕戦まで、1回ですね、おそらくオープン戦で投げる機会もありますので、しっかりそこでねいいピッチングしてくれれば全然大丈夫なんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあそこまでね心配してる方っていうのも少ないのかなと。高梨選手ですね、この後投げて 1.0 イニングで、奪三振1、パーフェクトピッチングで、畑選手が投げました 1.0 イニングで、彼もパーフェクト、高木選手も 1.0 イニングでパーフェクトというところで、まあ、リリーフは非常にね、いい状態で来てます。で大勢選手ですね、ドラフト1のピッチャーで 1.0 イニング、奪三振1、ファーボールね1個出してしまって、エラーもあってですね、ランナー3塁まで行ったんですけれども自責点0ということで、しっかりね抑えてくれておりました。やはり球の勢いっていうのはある選手なので、リリーフ起用っていうところですね、どういう場面でねシーズンは使うのか分かんないんですが、まあ、楽しみなピッチャーと。で一方オリックスはですね、山本選手が 5.0 イニングで被安打6本、奪三振6、フォアボール1、責点0ということで、まあ、状態は良くないということだったんですけど、まあ、それでも圧巻のピッチングですよね。まあ今シーズンもですね昨年同様、いいピッチングしてくれるかなっていうふうには思いますし、まあ、本当に、ね、昨年以上のピッチングっていうのを期待したいですよね。で能見選手が 1.0 イニングで被安打2、ホームラン1本、責点1ということで、大城選手から、ホームランを打たれたと。で比嘉選手が 0.2 イニングで被安打2、奪三振1、得点0ということで、ちょっとね秋広選手の打球を受けて交代ということになりました。で村西選手が 0.1 イニング、ファーボール1個与えましたが得点0と。で平野選手が 1.0 イニングで被安打1、得点0、鈴木選手が 1.0 イニング2、奪三振パーフェクトピッチングで最後締めてくれました。はい、というわけで以上が投手陣でございます。最後にやってた反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。オリホー、いや順調順調、比嘉さんが大丈夫なのを願うだけということで、やっぱオリックス本当に順調です。まあ、これでチームの、オープン戦の順位もですね今日で2位かなになっておりますの で、 でパリーグでは1位ということで、やはりですね昨シーズンの王者というだけあってですね、まあ、貫禄の試合運びが、このところできているんじゃないかなというふうに思います。ピッチャーもそうなんですが、打線というのもね吉田選手や宗選手が戻ってきて、まあ、より強いものになっていると。まあ、あとは外国人選手ね入ってきて、まあ、組み立てていって、まあ、さらに、昨シーズンよりいい打線というのに、ね、なっていくのかなというふうには思います。で心配なのはやはり比嘉選手ですよね。秋広選手の打球を受けてしまったと。お話によるとですね、腕かなに打球が当たったということになっておりますので、まあまあここはね、ちょっと発表を待ちたいなというところなんですが、間違いなく貴重なね、リリーフの戦力ではありますので、まあ、無事を祈るだろうと。はい。で、一方巨人はですね、11安打で1点しか取れない巨人、7安打で6点取れるオリックス、非気がこうも差が出るとはということですね。そうですね、やっぱ11安打で1点っていうのはなかなかね珍しいかなというふうに思います。まあ塁には出るんですけど、いかんせん、最後タイムリーが出ないということですね。まあまあでもですね、ちょっと前まではねヒットも出なかったというところなんで、まあそこが出ている分だけ、状態は上がってきてるのかなっていうふうには思いますし、そこはねプラスに捉えていいんじゃないかなっていうふうには思います。あとはちょっと噛み合えば、点っていうのも入ってきますので、まあまあここはね残りのオープン戦でどれだけ、しっかりと打線にしていくかと。
で、まあ、やっぱりですね、オリックスが、まあ、7安打で6点取ったっていう要因においてはですね、巨人の3失策、こっちの方がちょっとやっぱ問題ですよね。まあ、なかなかですね、レギュラー陣でのエラーではなかったんですけど、控えの選手がこうエラーしていくとですね、やはり試合でも使いにくくなりますし、そこから負ける試合っていうのも当然出てくると思いますので、まあ、打てないことよりもですね、やっぱ守備でのエラーっていうところを見つめ直す方が、優先なんじゃないかなっていうふうには個人的には思いました。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。